吉田さん、基本が大事って本当にそうだなと思うのは、私がね今こうやって暮らしてる一番最初何をやったかというと自己アフィリエイトですからね。だからいろんなネットビジネス塾で必ずと言っていいほどこう組み込まれている自己アフィリエイトという方法、まあ最近でしたらポイントサイトも盛んなんでポイントサイトでもいいんですけども、こちらの方でね自己アフィリエイトで私はまあカードを何枚か作って収益を得たっていう話をしましたけども、まあ、その方法ですね、まあ、何人の人に教えたかなと、数百人の人に教えて最初の1000万で作ってるわけなんですよで1000万で回復の手がかりをつかんで、もうこれはいけるぞってことでね、しかも自己アフィリエイトを教えることによってそれがそのものが集客になってるんですよね。というのが自己アフィリエイトをアフィリエイトにするためにはブログが必要ですよねってことで、ブログ講座が次に売れてるんですよ、自己アフィリエイトをやった人に対して。でブログが売れたら今度はブログを拡散するためにツイッターやりましょうってことでツイッターの講座が売れてるんですよね。でブログとツイッターからどこに誘導するのかってことによって YouTube に誘導しましょうっつって YouTube も売れてるわけなんですよ。で YouTube の概要欄にはメルマガの登録フォームをつけておきましょうねってことでメルマガ講座も売れてるんですよ。こうやって速稼塾のカリキュラムっていうのはずっと続いていって、最後にはコンテンツビジネス塾ですよっていう塾の作り方っていうのが最後になってるんですけども、それが最後にねあのバックエンドとして控えていて速稼塾っていうものが売れているってことになります。でこの全てのカリキュラムを10個にまとめて速稼塾オンライン塾19万8000円っていうのが最初の私のまあ20万円前後のね商品だったかなと思いますね。これもねやっぱりねバカ売れしたっていうかねすごい売れましたね。で最初は生徒さん少なかった時は1人に1個速稼塾のホームページをプレゼントしていて、その生徒さんから来た質問に対して公開動画で回答するものをその生徒さんのホームページに付け加えていったって形でやってました。だからポータルサイトのカスタマイズを一人一人にしてたわけなんですよね。そうすると一番苦手分野のところに一番質問が来るわけですから、私がその人にその返信をすると一番苦手分野のコンテンツが充実していくってことで、最初の1年ってはね皆さん進化と成長がすごく早かったんですよ。それこそ月収100万とか30人ぐらい生まれたのが最初の1年とか2年なんですよね。まあ感動しました。年収4000万まで行った人もいるし、そうですね、年収数千万っていうのは2017年までなんか現れなかったですからね。2017年で月収1000万突破っていうのが出てきたぐらいかなと。まあ、こうやって派手な塾生さんの経歴をお話しできるのも私が最初自己アフィリエイトを徹底的にやったからなんですよね。で自己アフィリエイトっていうのは誰でも売り上げを上げることができて現金を手にすることができる一番簡単な方法なんですよね。相当特殊な状況でない限りは何がしかの現金を手にできるというところがあって、それがもっと簡単になったのがまあポイ活って言われてますけどもね、まあモッピーみたいなポイントサイトなのかなと思います。でポイントサイト試しに私も2020年の、10月にアカウント作ってね、11月12月と2ヶ月やってみましたけども、結局この2ヶ月で20万、ちょっと時間を空けて、プラス10万、だから合計30万が2ヶ月で生まれてるんですよ。で私はもうずっとお話している通り相当ポイントサイトや何年やってるんですよ。ですんでこの11月12月はクレジットカードはほとんど頼れなかったですね。もうあるんでいっぱい、まあ、ですんでそれ以外の案件でもまだ30万いけるというねすごいなと思いますよね。だから基本を徹底的にやることによって基本ですらできてない人の方が多いわけですから、吉田さんが言われるように基本をちゃんとやることによって基本すらできてない人に対して発信することができるということですよね。だからその情報のピラミッドっていうのはこういうふうに三角形でやるとして、一番満たされてないのはここら辺なんですよ。ここにいないと発信できないっていうのは、ここにいる人っていうのはこの辺の中級者からもうちょっと上級者みたいなかなり高いレベルの人への講師っていうのはねできるんですけども、だから単価が一発で数十万とか数百万になってくるわけなんですよね。でもこれから始めたいっていう人が一番裾野が広いんで、本当にねちょっとやっただけでもうすでにコンサルを始めた方がいいなと私は思いますね。だから自己アフィリエイトとかポイントサイトそこそこやったなと思ったらポイントサイトで10万円稼ぐためのコミュニティっていうのを作ってみるとかね、それから私は持続化給付金をはじめとする補助金とか助成金の情報もどんどん発信してますけども、じゃあそういったもののコンシェルジュをやりますよと、
あなたの状況に合わせてこれが使えるんじゃないのっていうふうに可能性の強いものをお知らせしますよっていうふうなコミュニティをやってもいいかなと思うんですよ。全ては基本、基本が全てと、それは今でも私変わりませんね。まあ、ですんでね、モッピーっていうポイントサイトを今でも開きますしね、 A8 ネット今でも開きますしね、でもやらない日がないですね。とにかく何かを見つけて、今こうしてる間にもいちいちもう言わなくなりましたけども、自己アフィリエイトとかポイントサイトで何千売り上げ上げたとかね、何万円が入金されたって、私も毎日ですからね、これね、あのネットビジネスを始めてから毎日ですよ。やらない日がないというね、旅に行っててもやるというね、オフ会やっててもやると。あるセミナーに行きました。そのセミナーが終わった後、私もね、夕食食べながらポイントサイトやってますからね。基本徹底的ですよ。しゃぶり尽くせって感じでございます。まあそんなもんじゃないですかね。多分私ね、これ老後もね、ポイントサイトやると思いますよ。このまま。まあ YouTube は当然やりますけどね。で最近 YouTube のネタがいっぱいあって、ポイントサイトとかやってられないんですよ。そうですね。まあおかげさんで、本当に、あの、吉田さん、レクサス決まりました1200万ちょっとね、今注文しましたあとは審査が通るかどうかですね。はい、いってらっしゃい。